2007年、ラシット・タハは、フランスの歌手、アルジェリアのオランで生まれた。ラシット・タハと表記されることもある。アルジェリア戦争を真っただ中の1958年に、オランで生まれ、10歳で両親と共に、フランスに移住。物心ついてからは、リヨン郊外で暖房工場の工員や医学時点の訪問販売などをしていた。18歳で家を出て、 移民のタムロするリオンのナイトクラブに出入りし、1982年にアラブロックバンドカルトド・セジュールの歌手としてデビューした。バンド名は滞在許可証を意味し、移民の怒りなどをニューウェーブ、パンク、レゲエ、ファンクなどを盛り込んだロックに乗せてアラビア語で歌っていた。グループは先鋭的な音楽性で注目を集めたが、3枚のアルバムを残し、 1989年に解散した。1990年には、ソロ歌手としてアルバム、バルベスを発表、それから1998年、パリのベルシー劇場にて1万6000人を集めた、一大、ライコンサート、1、2、3それを実現させた。このライブは、ライの帝王、ハレド、ライの小さな王子様ホーデルと合同で行われ、当日の模様を収めた。 ライブアルバムは60万枚以上も売れた。2018年9月12日午前、就寝中に心臓麻痺で死去。去年59歳。ありがとうございます。